はい、どうも石原です。今回の動画はこちら。 Amazon がバーチャルで靴を試し履きできるバーチャルトライオン4シューズを発表。 iPhone 14 Max、 14 Pro Max の大画面モデルだけが発売が遅れる。では早速ご紹介していきたいと思いますので、どうぞ動画の最後までご視聴ください。アマゾンがバーチャルで靴を試し履きできるバーチャルトライオン4シューズを発表ということで、いや、この記事を見つけてね、胸がワクワクしました。これいいじゃないってね。いろいろほら、ゾゾタウンとかでもこの足のサイズを測るようなものっていうのもいろいろあるんだけど、まだバーチャルでそれができるっていうのはまだないんじゃないかな、少ないんじゃないかな。で、ここに来てアマゾンがそれを提供するということなので、ファッション関連にアマゾンも力をさらに入れていくということになると思います。ゾゾタウンとかいろんなね、ファッションブランドのサービスっていろいろありますけど、アマゾンはもう食料品でもガジェットでもファッションでも強いんだっていう、こうなんかね、ビジネスの姿勢が感じられますよね。で、まあ、インターネットでその買い物をするってことはもう本当に皆さん当たり前になったと思います。ね、10年前まではまだまだでございました。でも今やもうアマゾン、楽天、ショッピファイとか使ったり、ゾゾタウン使ったりとか、ね、ヤフオクじゃなくてメルカリ使ったりとか、いろんな商品を買う上で、レビューも含めて、このね、動画を見るにあたって、iPhone の魅力なんかをこう探るにあたって、やっぱインターネットを通じて物を買うようになった。で、靴っていうのは、その実店舗に行って履いた方がやっぱりいいって言われるじゃないですか。見た目とか、こう履いた感じとかっていうのを、こう画像だけでしか見れないっていうのは、非常にちょっとこう、評価しにくいところ。で、実際に自分が履いてるズボンとか、パンツとかに合わせてみて、こう、試し履きができるっていうことになれば、より実店舗に行かなくても、よりリアルに、その体験を感じられる、まあ、エクスペリエンスが僕たち購入側のユーザー体験としては行われるということなので、非常に面白いかなと思います。そこで Amazon が iOS 版の Amazon、あのアプリですよ。Amazon アプリ。この普通の、こちらの普通の Amazon アプリ。これちょっと住所載ってますから、Amazon アプリで。はい。できると。それが、AR、だから拡張現実みたいなもので、バーチャルで靴を試し履きできると。それがバーチャルトライオン4シューズということになっております。まずね、Amazon のアプリを開いて、ストアページにアクセスして、バーチャルトライオンというものをタップすると、試したい靴の写真をタップして、カメラを起動すると自分の足元を映すと。自分の足元を映すと AR が空間内でこう指定した靴に履き替えることができるという機能になっています。タップすることで瞬時にね、色違いのものなんかにこう、履き替えれるということになっております。はい。まあ、これは、つまり、インタラクティブに購入することができると。まあ、購入するために楽しい体験、履いて試して見れる、その拡張現実上で、そういうことをインタラクティブに楽しむことができるということで、ただポチるんじゃなくて、こう、AR 上で試すことができれば、よりね、購買にもつながるし、まあ、買う側にとっての届いた時の納得感にもね、充実感、満足感にもつながってくるかなと思います。なので、失敗しないために、靴をただ、まあ、表面上 2D で見て、3D で見て、それで買おうじゃなくて、より失敗をリスクを減らすために、実際にじゃあ自分の足に合わせるという体験ができれば、より、失敗の少ない買い物ができるということがね、コンセプトとしては歌われているということです。で、このバーチャルトライオン4シューズの方なんですけども、この2022年、6月11日時点では、アメリカとカナダでまずはリリースされていきますよ、状況になっております。まずね、iOS 版が提供されて、Android 版の Amazon アプリが実装される。なので、日本に来るのは、まあ、来年か、もしかすると早くて年末ぐらいになるのかなというところなんで、まあ、クリスマス商戦の11月、12月までにこの機能が実装されたらね、非常に買い物、まあ、アマゾンでの靴を買う体験っていうのもね、楽しいものになってくるんじゃないかなと思っております。iPhone 14 Max、14 Pro Max の大画面モデルだけ発売が遅れるというね、リーク情報なんですけれども、実際にね、この動画をご覧になっている方はもうご存知かと思うんですけども、もうすでに iPhone 14 シリーズは、まあ、生産が開始されていますね。9月のまあ13日あたりに発表されるんじゃないかという噂もありますので、まあ、9月中に発表されて、まあ、発売されて出荷もされるというね、まあ予定、
っていうか可能性みたいなね、まあ噂があるんですけども、まあ去年、一昨年からの発売のスケジュールを考えればそうなってくるだろうということなんですけども、それに加えて今から生産をしていてね、発注までこう追いついている、スケジューリングしているわけなんですけども、海外メディアのアイモアが報じた内容なんですけども、内部関係者によりますと、その iPhone 14 Max と、プロマックスのパネル、この大画面のパネルだけが通常サイズの iPhone 14 Max 6.1 インチ、iPhone 14 Pro 6.1 インチのその通常サイズのそのパネル、ディスプレイのパネルよりも1ヶ月遅れていますと。ただ、心配するようなこと、発売が遅れることはないとは思っています。まあ、わかりませんけどってちょっと含みがあるような、リーク情報を提供しています。これはね、アップルのアナリストであります、ロス・ヤング氏がツイッターではね、次のように述べているんですけども、そのパネル出荷について、14と14 Pro よりも、14 Max、14 Pro Max は1ヶ月遅れているようですが、この大型モデルのパネル出荷について、そして小型モデルのパネル出荷について、7月と6月に開始はされていますと。ただし、現時点では、発売と同時に遅れる可能性は非常に少ない。遅延はないと考えているということなんですけど、ほっとした状況ではありますけども、やっぱりコロナとかウクライナの戦争とかいろいろね、ある中で、やはり生産については、まあ、去年、一昨年どんどん遅れましたけど、今年はね、ちゃんとそういう状況を踏まえて動いてはいるんだけど、やっぱりちょっと生産についての遅延なんかがあっているから、もう稼働率もね、多分大幅に上がっていると思うので、発売までには間に合いそうなんだけども、ちょっと問題は発生している。ただ、リリース日への影響は少ないよっていう話をね、投稿していますので、まあ、発売時期に9月、まあ10月に、まあ僕毎年ね、予約争奪戦みたいな感じで皆さんと一緒にね、予約を楽しんでいますけど、予約をライブ中継しようかな。ライブ中継してみようと思います。ね、最近その生ライブが面白いので、まあ月に1回ぐらいは生ライブということで、今月もね、WWDC2022 やりました。こちらの動画でやりましたけども、生ライブするとね、みんなで一緒に体験してるっていうことが実感があって、僕もね、面白いんですよ。とにかく。なので、予約争奪戦生中継もちょっとやってみようかな。これ面白いですよね。なので、1ヶ月に1回か2回ペースで、まあ生ライブとかして皆さんとね、交流させていただければと。思います。まあ、発売時期は、発表時期、予約時期はそれとして、まあ、ただね、出荷台数には限りが出てきそうなんじゃないかと僕の方では思っているので、まあ、今回の iPhone 13 Pro もそうですけど、やはりね、プロ1ヶ月待ちっていう状況もね、去年は10月、11月まで続いたりした、1月にようやく手にしたという方もいらっしゃったので、この辺を考えても、やはり iPhone 14 シリーズの、特に Pro Max と iPhone 14 Max については出荷台数がもしかしたらちょっと、少ない可能性があるかな。予約争奪戦になる可能性は非常に高いかなと思っております。はい。ということで今回も iPhone 14 Apple に関するリーク情報、そして新しいテック系の情報も踏まえつつ皆さんにね、ご紹介させていただきました。今回の動画が参考になったとか、面白かったとか、石原頑張ったなと思う方、ぜひ、いいね、高評価、よろしく、ここら辺かな、よろしくお願いいたします。そしてね、今後も iPhone 14 とか最新の iPhone の情報、機能面の使い方とか、レビューとか、ガジェットレビューも含めて、テック系のニュースも含めて、今後も配信していきますので、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。